新潟県道375号、平岩停車場、神原線は、新潟県の糸井川市内を通る一般県道である。糸井川市南端の小滝地区の最南端である、姫川沿いの大所地区を南北に結ぶ。すべての区間で、姫川の左岸に沿っている。姫川右岸は、長野県北安住郡小谷村北小谷であり、起点付近の沿道からは、北小谷の集落を望むことができる。 大所集落を過ぎると勾配が上がり、つづら折りの坂道が続く。落石並びに、なだれ対策として、山側斜面の乗り尻部には、ロックキーパーやスノーキーパーなどが随所に設置されている。葛葉峠を越えると、新潟、長野県境の神原沢に架か,かる、国会京北詰めに至る。ここから終点である国会京北詰めの国道148号との交点までは再び、 急勾配のつづら折りが続く。ほぼ全区間が、かつての国道148号であり、山の棒トンネル、大所トンネル並びに湯原トンネルが開通するまでの間、遠く間は、新潟県と長野県北アルプス地域と、自動車で直接往来が可能な唯一の道路であった。全区間舗装されている。このうち、全体の、 約87.7%にあたる 3.9825km はアスファルト舗装。残りの約12.3%はセメントによる舗装であるが、アスファルト舗装はすべて高級舗装である。大多数の区間で規格改良が行われており、その割合は全区間のうち約97.2%に及ぶ。また、そのうちの 約84%の 3.7089km の福音は 5.5m 以上となっている。その一方で 0.0125km は未改良区間でかつ福音 3.5m 以上 5.5m 未満である。歩道は 0.1129km 設置されている。クズハ最長部十月撮影起点からクズハの最長部までは通行可能であるのの、 クズハ峠から終点までの 1.4km は落石及び土砂崩壊のため、1995年7月11日以降、終日通行止めとなっている。7.11水害によって、クズハ道門付近では、道路が完全に崩壊していたが、復旧工事が進められ2016年に復旧し、通行可能となった。県境、神原沢に架かる国会橋5月撮影。 クズハトゲ白馬大仏5月撮影出展注釈。ありがとうございます。